こちらもね、鉄道記念館のイベントではもうおなじみ。そうですか、はい、私も何度も聞かせていただきましたと思いますけども、さあ、今回、演奏していただく、曲なんですけども、まず冒頭は、銀河鉄道スリーナイトをお聞きしてますけど、間違いございませんか。はい、ネタバレはやめてくれと、そういう空気もちょっと今一瞬感じました。一瞬ありました。やはりですね、やっぱりこういう会社ですから、こういう選択。先ほどもね、あのトークライブの時にありましたけど、はいね、地元松本零士さん、ね、そうね、はい、漫画で、アニメの銀河鉄道スリーナイト、これ曲はですね、本当にあの名曲だと思うんですよ。そのあの、別に特別にリメイクされているわけではないんですけども、うん、なぜかこう耳に残ってみんな知っている曲っていう、ね、知ってるね、うん、そういうような曲なんじゃないでしょうか。映画の曲もテレビの曲もみんな知ってる感じですよ ね、まあ、映画の小田井さんの曲、今回演奏していただく曲は多分そちらの方だと思うんですけども、あのテレビアニメの曲も ねあれもね、いいですね、壮大な感じがグッとくるやつですね。あれは松本零士さんの趣味なのかな。ヤマトなんかもこう壮大な感じがするけど、そうですよね、うん、映画でもそうじゃないですか。なんか聞いたには松本零士さんが幼い頃に知ったのは、なんか北彦山線の昔の線路で、今はないんですけど、小倉東っていう、普通のお客様が乗り降りする駅ではない貨物の駅が、東小倉、そこから分岐して、あっちのですね、山沿いの方向で来て、舐めていって、上野の方に向かっていた線路があったんですよ。そこの沿線に、あの松本零士さん、住んでらっしゃった。なるほど。だから、幼少の頃から横をですね、蒸気機関車がこう走っていった、行ってた、そういうような思い出があって、あの列車に乗って、いつか僕も都会に行きたいというね、思いから銀河鉄道スリーナイトっていうですね、そういうようなところが現場にあるというふうに聞いてますね、うん、はい、というわけでそろそろお時間になりますか。もう上達しても大丈夫なのかな。もう大丈夫だっていう感じですね。そろそろ回せよっていう、なんかそういう空気なのかしら、ね、ちょっと田中さんやめてって感じですね。はい、ということであるならば、少々時間渡しましょうか。早いですけども、ご紹介改めていたしましょう、JR 九州吹奏楽団の皆様の演奏です。ではどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。私たちは JR 九州吹奏楽団です。本日はですね、少し暑い天気でありますけれども、鉄道記念館の方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今からですね、30分程度ですけれども、皆様にですね、音楽を通じて楽しいひとときを過ごせればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。冒頭お送りいたしました曲は、皆様をご存知のミッキーマウスマーチです。当社 JR 九州ではですね、今ミッキーの絵を車内とかですね、室内に描きました新幹線とかですね、特急列車の方を今運行しておりまして、GO ワクワクキャンペーンということでですね、やっておりますので、冒頭ミッキーマウスマーチの方をお届けさせていただきました。我々ですね、JR 九州吹奏楽団は JR 九州の社員で、基本的になってまして、運転士さんとか車掌さんとか駅員さんとかですね、普通に普段は働いているメンバーで、たまに集まってですね、こういった活動の方をさせていただいているところであります。本日ですね、吹奏楽の生の演奏という、ちょっと珍しい機会もあるかなと思いますので、それぞれのですね、楽器の紹介をちょっと途中織り交ぜながらですね、音楽を提供していきたいなと思っております。では最初にですね、ご紹介していきますのは木管楽器と呼ばれる楽器から紹介していきます。じゃあ木管楽器の人、楽器をちょっと全員手を楽器を上げてください。こういうやつですね、木管って言ってるのに金属でできているのがほとんどで、この黒い2つ以外は全部実は金属でできているんですけれども、木管楽器と言います。はい、ありがとうございます。では、それぞれですね、ちょっと紹介をしていきますけど、まずこちらの金ピカの楽器ですね。もう一回いいですか。金ピカの楽器、そうですね、元田中さんもこれをやってらっしゃったんですけれども、金ピカの楽器ですね。これの楽器の名前は知ってる方いらっしゃいますでしょうか。どなたか知ってます。この楽器はサックスと言います。じゃあサックスの音色をですね、ちょっと聞いてみましょう。お願いします。この黒い竹笛ですね、この楽器の名前を知っている方、誰かいらっしゃいますか。この楽器の名前分かる人います。そうですね、正解です。クラリネットという楽器ですね。じゃあこの楽器の音色をちょっと聞いてみましょう。ですね、この銀色のピカピカの楽器ですけども、この楽器はこれは有名だと思うんですけど、この楽器の名前ご存知の方どなたかいらっしゃいますか。フルート。はい、ありがとうございます。フルートですね。ではじゃあこのフルートの音色をちょっと聞いてみましょう。ではお願いします。仕事もいろいろでして、この方は鹿児島の駅で働いていらっしゃいます。この方は7つ星のクルーですね。こちらの方は、運転士、特急列車とか運転しています。で、長崎の車掌さんで、こちらはですね、エレベーターとかですね、改札機とかのメンテナンスの計画をする方で、こちらは、なんて言ったらいいですか。コンビニエンスストア のスーパーバイザーですかね、とかいうことで、いろいろな仕事、ちょっと後ろ紹介ちょっとすみません、忘れましたけども、運転士さんが3人ですね、ここは全部運転士さんですけども、いろんな仕事の人がですね、混じり合って、一つの音楽を奏でているところであります。では、他の楽器の紹介は、この後にちょっとまたさせていただきまして、次にお送りいたしますのは、銀河鉄道999ですね。先ほど田中さんの方からもご紹介ありましたけれども、鉄道にちなんだ曲ということでですね、銀河鉄道999の方をお届けしてまいります。
ありがとうございました。北九州市ということでですね、松本零士さんの、書きましたアニメの銀河鉄道999のですね、映画版の方の曲を送り出しました。これは五大吾が歌ったということです、ね、超有名でいろいろな方がカバーされている曲でございました。では、続きましてですね、ちょっと他の楽器の紹介に移っていくんですけども、金管楽器に行く前にちょっと一人だけ吹奏楽団なんですけど、息を吸ってない人が2人、息は吸ってるんですけど、息を吸って吐くことで音を鳴らしてない人が2人いますのでですね、そのうちこちらのこの楽器をちょっと紹介しますので、この楽器、名前は知ってる方、どなたかいらっしゃいますでしょうか。ベース。はい、ありがとうございます。エレキベースですね。ではちょっとこれがどんな音がするのかちょっと聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。ちょっと小さい子にはわからないゲームの音楽だったかもしれないですけど、スーパーマリオの曲ですね。ありがとうございます。ではその隣にですね、ちょっと同じような低音の楽器なんですけど、この大きい金色の楽器です。これはちょっとマニアックなんですけど、この楽器もちなみに昔吹かれていました。この楽器も担当されたんです。この楽器の名前してる方いらっしゃいますか。これはちょっとマニアックですね。あ、はい、どうぞ。そうですね、ありがとうございます。チューバという楽器ですね。はい、じゃあこの音を聞いてみましょう。金管楽器はこういう楽器、これもいろんな形があるんですけれども、全部口のブルブルブルっていう振動だけで音を出すという共通点があります。でその中チューブは一つですね。では、次に大きい楽器ですね。ユーフォニウムですね。一番マニアックなのに言ってしまったあのユーフォニウムをちょっとじゃあ、はい、取っていただいていいですかね。ではちょっと色がちょっと違うんですけれども、この楽器の音色をちょっと聞いてみましょう。このぐるぐる巻いた楽器ですけども、これは名前ご存知ですか。この楽器の名前ですか。すごいですよ、フレンチまでついてフレンチホルンですね。なんか昔されてたとかですね。はぁ、それ言いました。もうあの全部ご存知ということでですね、フレンチホルンという楽器なので、ちょっとこの楽器はですね、ちょっと違ってまして、この朝顔のこの音が出るところ、ここにわざと手を突っ込んで音が出るのをちょっと邪魔しながら吹くというちょっと変わった楽器になります。じゃあこの音色を聞いてみましょう。仕事はですね、あれですね、とあるところにあります、あの列車の運行管理を担当するところですね、飛行機でいうとこの空港 の航空管制官みたいな仕事ですね、をされている方と、こちらはあの乗務員さんが
いっぱいいます。職場の、まあ、管理をされている管理者ですねの方になります。で、その隣のさっきの大きい楽器の、あ、そのUFOの紹介忘れました。ユーフォニウムの、こちらのお姉さんは、博多と釜山を結びます高速船ビートルの会社で働いていらっしゃいます。でその隣は、駅の駅員さんですね。で、こちらの方はとある駅の駅長さん、駅長です。で、こちらの方は、いろいろされている、今は運転手さんがですね、されているということですね。いろいろな人が集まっていらっしゃいます。では、次の曲にちょっと移りたいと思います。3列目はまた後でご紹介ということですね。次にお送りいたします曲は、JR 九州のですね、前身の日本国有鉄道、国鉄ですね、のキャンペーンソングでありました、いい光立ちをお送りしたいと思います。ください。
ありがとうございました。谷村新司さん作曲のですね、いい光立ちをお届けいたしました。いい光立ちはですね、平成に入ってからもですね、鬼塚千尋さんがカバーされまして、JR 西日本さんのですね、テーマ曲としてもありまして、今山陽新幹線の車内のオルゴールとかでですね、使われているので聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。では最後ですね、一番最高列の楽器の紹介の方に移っていきたいと思いますけれども、ではあちらの金色のちょっと長い楽器ですね、皆さん立っていただいていいですか。でこの楽器はですね、これだけ唯一違う構造、他の楽器はですね、穴を押さえたりボタンを押したりするんですけども、あれだけはですね、こう長さを伸ばしたり短くしたりすることで音を変えるというですね、ちょっと変わった楽器になっています。じゃあこの楽器の名前ご存知の方お願いします。どなたかご存知の方、はい、ありがとうございます。トロンボーンですね、全問正解ということでありがとうございます。ではトロンボーンの音色を聞いていきましょう。ちなみに、一番、端からですね、あちらの、男性の方は駅員さん、その隣はですね、デザイン&ストーリー列車、観光列車のですね、客室乗務員さん、その隣は、先ほどの航空管制官みたいな仕事の、指令で働いている方ですね。でそのお隣のメガネかけた方は、運転士さんということですね、いろんな職種の人が集まっているところであります。ではその隣ですね、最後お待たせいたしました、超有名な楽器ですね、はい、起立全員一応立ってください、はい。この楽器の名前は、これはもう有名なんですけども、何でしょうか。お願いします。トランペット、はい、ありがとうございます。トランペットですね、通称ラッパですね、はい、ではこの音をちょっと聞いてみましょう。いや、譲り合いをしてますよね、なんかですね、はい、こういうファンファーレとかで使うですね、華やかな楽器となっております。では、今日ですね、お忙しい中ですね、皆様お足を止めていただきまして、お聴きいただきましてありがとうございます。早いものでですね、次は最後の曲となります。最後にお届けしますのは JR 九州の社歌会社の歌でありますロマン鉄道という曲をお送りしたいと思います。この曲はですね、会社の歌ってどこの会社も大体なんか学校の校歌みたいなものが多いんですけれども、すごくポップな感じの曲に仕上がっておりまして、もともとの社員が作曲して、作曲はなんとですね、タッチタッチここにタッチ のタッチで有名な鈴木三郎先生がですね、作曲されて、ハイハイセットさんが歌われたというですね、かなりポップな曲になっておりますので、お楽しみいただければと思います。では最後にお届けいたします、社歌ロマン鉄道です。よろしくお願いします。
盛大な拍手が取れませんし、アンコールの声が飛んでおりますけれども、よかったら鳥山さん、先にちょっとだけお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ちょっとスタジオの方にお招きいたします。はい、皆さん一旦ちょっと休憩いただいてね、はい、はい、すごく気になってたんですけど、はい、一つ紹介し忘れてますよね。そうなんですちょっとちょっと紹介しましょう。恥ずかしがり屋ですよ。ちょっと勘弁してっていう話がちょっとさっきあったんですけど、できるかなほらペース良きだし、できるかな、できるかな。はい、ありがとうございます。バンド全体の進行を支えるドラムセットを担当している方ですね。いや、すごいですよね。だって初めてまだ1年ちょっととかでしょ。そんなレベルですよね。見事な8ビートすごい、はい、というわけでこれドラムセットですね。見たまんまですけどね、タイプがいっぱいついておりますから、というわけで、本当に素晴らしいです。私本当びっくりしました。めっちゃうまなってるやんいや驚いたっすね、マジでね。いや、本当すごいまともりが良くなってますよね、サウンドも本当に。いや、うん、普通の音楽と吹奏楽と比べて、普通のっていうか他のバンドとね、比べて何が難しいっつったら、やっぱり要はメンバーが多いでしょ。そうですね、合わせるっていうのが一番難しいんですよね、うん、そうですね。うん、いや、もうそういう中ではね、今日また指揮者の利根川さん、何年ぶりなんですか。10年以上ぶりに少し聞きますいや、もう改めて拍手ですよ、本当に。見てるとですね、小さなお子さんが一緒にこうやってて、ね、ありがとうございます、ね、式振りたくなるもんね、うん、そういうなんか企画もあってもいいかもしれません。昔ほら朝の某番組でほら振ってみましょうとかやってたじゃないですか。ああ、ありますね、ね、ありますね、うん、まあできればそういうとかもね、あったら楽しいかもわかんないですよね、うん、はい、そんなジャイアント九州吹奏楽団なんですけども、今度なんか11月にビッグイベントが あそうですね、はい、11月のちょっとイベントの紹介は誰か担当者いる？駅長か、はい、じゃあ手挙げて、はい、ありました駅長今日付を確認してますいや駅長兼団長かなと、ちょっとですね、はい、11月の、はい、イベントの紹介を。11月23日ですね、西小倉駅が最寄りのアルモニー3区ソレイユホール大丈夫か団長九州厚生年金会館ですね、はい、もし何もご予定がないという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひお越しいただければと思います何の紹介がないです実は我々は JR 九州なんですけれども、 JR グループに JR 北海道からですね、JR 九州まで6社会社がございます。その合同の演奏会が北九州で開かれるということで、まあ、九州で開かれるのは初めてでございます。ぜひお越しいただければと思います。はい、入場無料ですね。入場は無料ですね。入場は本当はお金を取りたいところではあるんですけど無料でございます。あ、すごいですね。JR 東日本さんのから東京から来たりとかですね、あちこちから大丈夫お邪魔して駆けつけて全 JR のバンドが集まるということになってますのでぜひ機会がありましたらご来場いただければと思います。よろしくお願いします。はい、はい、いや全国のですね JR のバンドが、一堂に会するということで、まあ、今回初めて九州の方で開催されるということでですね、まあ、本当にレベル高いです。まあうちのバンドはですね、コンクールとか、うちじゃないや、ごめんなさい、うちの昨年までうちのバンドだったところはですね、誰だクールとかちょっとまだ出てないんでしょうけどね、東日本とかコンクールで金賞とか受賞されて、本当に素晴らしい演奏されるバンドばっかりですのでね、またでも先ほど演奏していただきました神曲と言われてますね、ロマン鉄道、まあ、こちらも演奏していただけるかどうかわかりませんけども、ぜひともですね足をお運びいただきたいなと、楽しみにしていただきたいと思います。それでは、先ほどの盛大な拍手とアンコールの声ございましたのでお答えいただけますでしょうか。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。レパートリーがあんまりないんですけども、偶然1曲だけちょっと練習してたりとかありますのでアンコールちょっとお届けしたいと思います、はい、よろしければ皆様手拍子でですね、一緒に楽しんでいただければと思いますので、お付き合いいただきますようお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。
JR 九州吹奏楽団の皆さんも演奏でした。改めて盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、それでは一旦 CM に参ります。ありがとうございました。壮大な磯辺の名前ご近づる清らかな水源、今復興への発車ベルが鳴る。さあ出かけよう、南阿蘇鉄道。